だね、まったく。荻田さん、その顔覚えたで。堀江さん、堀江さん、堀江さん、どうして。多分荻田とかいうやつにやられたんだ。え、荻田さんが。とにかく今は堀江ちゃんを病院に運ぼう。何としても助けなきゃ。荻田勘はすぐに見つかると思いますわ。今大阪中に緊急手配しています。とりあえずは堀江博さんへの暴行、殺人未遂容疑での重要参考人ということですけども。でもまあきっとパク・ミレイさんの件では引っ張れないでしょうな。どういうことですか。さっきも話したでしょ、あの荻田っていうのにはパクさんとの間にトラブルがあったって。それってパクさんの死を解明する上でも重要な事実なんじゃないですか。せやけど例の件はもう自殺でほぼ固まってますからね。なんせ警察の方針としてパク社長を自殺と断定しまった手前、その情報だけで再捜査というのはちょっとね。そんな、さっきの現場には銃を持った本職の連中までいたんですよ。何かないと考える方が逆に不自然だ。まあそれも含めて荻田を捕まえれば明らかになるでしょう。この先は我々に任せといてください。素人さんが首を突っ込めば危険なことにもなりかねませんのでね。それでは。どういう話でした。警察はあくまでパクさんの死と荻田は関係ないっていう見方のようだよ。そうですか。ああ、買い出し行ってもらって悪かったね。花ちゃんがいないとろくに飲み物すら事務所に置いてなくて。人気アイドルにこんなことさせちゃっていいのかな俺。気にしないでください。私ただの高校生ですから。それよりこれからどうします。そうだな、警察が荻田を見つけるのを待つなんてのは消極的すぎるね。ええと言って俺たちで警察と同じ動きをしても意味がない。他に何かやれることがあればいいんだけど。あの秋山さん、人弁士って知ってますか。いわゆる偽造屋のことでしょ。またすごい言葉知ってるね君も。昔私が初めておじさん、あ、桐生さんに会った時、そういう仕事をしている人がいるって話を聞いたんです。ずっと社長の遺書のこと考えてたんですけど、蒼天堀にもきっとそういう人たちがいるんじゃないかって。まあ確かに素人じゃ多少の真似事はできても、
警察の筆跡鑑定まではごまかせないだろうね。でもプロの偽造屋が遺書の偽造に関わっているなら話は別だ。なるほど。蒼天堀の人弁師を探せば荻田やあの銃を持った男に繋がるかもしれない。はい、面白い。蒼天堀で聞き込んでみよう。あ、私です。沢村です。はるか、今大丈夫？はい、あの堀江さんは？大丈夫、一命は取り留めたわ。安心し。けど当分入院することになると思う。残念やけど、あんたのマネジメントするんは無理やわ。そうですか。今後のあんたのマネジメントなんやけど、私が引き継ごうか思てんねん。え、山浦さんが？どうしてですか？私もあんたの夢の続き見てみたいんよ。それに堀江君や亡くなったパク社長にとっても、あんたがこのままメジャーデビューすることが一番の慰めになると思う。わかりました、ありがとうございます。そんでな、今日急やけどプリンセスリーグ決勝第2ラウンドをやるって連絡来てん。え、でも出演しても大丈夫なんでしょうか？万田さんも社長の件は耳に入ってる。その上で遥に出演してほしいって言うてきてんの。そうですか、わかりました。大丈夫そう？大丈夫です、やれます。そう、ありがとう。ほんなら私はダイナチェアで待ってるから、遥も準備できたら来て。ほんならよろしく。はい、わかりました、よろしくお願いします。すっかりタレントだな、はるかちゃんも。そんな。もしもし。社長、今大丈夫ですか？花ちゃんか。うん、大丈夫だけど。パク社長の件どうでした？なあ、話すと長くなるな。今度ゆっくり話すよ。ああそうだ、ちょうどよかった。急で悪いんだけどさ、花ちゃん、神室町で人弁師を見つけてくれないかな。人弁師？社長一体何してるんですか？それどう考えても支店のオープンには関係ありませんよね。ああ、まあ確かに関係ないけどさ、別件でそっちも片付けないとダメなんだ。私は手伝いませんからね、社長が自分で勝手にやってください。そう言わずに頼む。嫌です、こっちだって社長がいないおかげで片付いてない仕事が山積みなのに、どうしてそんなよくわからない頼みを優先させなきゃならないんですか？じゃあ肉まん買って帰るから。肉まん？そう、100個。しょうがないですね、今回だけですよ。助かるよ花ちゃん。で、神室町の人弁師なんだけど、明日には見つけられる？誰に向かって言ってるんですか？1時間もあれば十分ですよ。さすが。その人弁師と話したいんだ。俺の携帯に連絡よこすようにしてくれる？わかりました。これでいい。人弁師のことは人弁師に聞くのが一番だよ。俺は花ちゃんから電話が来るのを待ってるから、君はプリンセスリーグに出るといい。後でダイナチェアでお茶を。はい、わかりました。
緊張する。よろしくお願いします。応援してるぜ。ありがとうございます。何話そう。沢村遥です。彼女にしたいな。またまた。ちょっと待ってね。ありがとうございます。緊張する。よろしくお願いします。マジ好きだから。またまた。ありがとうございます。楽しみだな。沢村遥です。笑顔がいいね。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。何話そう。細いね。そんなことないですよ。ありがとうございます。何話そう？よろしくお願いします。爆裂感謝。そんなことないですよ。ちょっと待ってね。グッズ買ったよ。ありがとうございます。よっしゃ。沢村遥です。笑顔かわいい。ありがとうございます。
来て。どないする？プリンセスリーグに行きます。うん、気合入ってんな。ほんならスケジュール表見て、プリンセスリーグの予定確認しとこ。よっしゃ、行こうか。はい。山浦さん、どうかしました？ほんまのこと言うとな、私テレビ局来るん久々やねん。え、そうなんですか？うん、なんや緊張してきたわ。大丈夫ですよ、山浦さん。ごめんな、私の方がしっかりせんなあかんのに。いいんです、行きましょう。控室はこの奥ですから。ほんなら私さっき行ってるわ。沢村。え？わしや、ティーセットのマネージャーの中井さん。社長が死んだばっかりやのに、もうこんなとこにおるんか。ほんま、小さい事務所はなりふり構ってられんちことか。失礼します。ところで、お宅の社長、ほんまに自殺なんかな？敵の多いおきてやったからな、パクさんは。あの人死んで、せいせいしたいう業界の人間もぎょうさんおる。自殺に見せかけて、誰かに殺されたんとちゃうか。これであんたに同情票集まったらシャレんなら。ああ、案外犯人はダイナチアの中の人間なんとちゃうか。やめてください。はっ。中井さん、私がティーセットに勝ったら二度と私たちに構わないでください。約束できますか？ほんま、おもろい女やで。答えてください、中井さん。せやったらそっちもなんかかけてもらわなあかんな。沢村、お前が負けたらうちに移籍してもらう。それでどうや？まあ当然ティーセットの後輩としてやけどな。あいつらが姉さんになったら今以上に可愛がってもらえるで。わかりました。ええな、約束したで。失礼します。なんでそんな勝手な約束したん？堀江君かて相手にせんのが一番やって言うてたやろ。黙っていられなかったんです、すみません。それがあの中井中マネージャーの手なんよ。前はこうなったらあいつらの鼻明かしたろ。あんたやったらできる。 T セット引きずり下ろして、まずは大阪のトップアイドルになるんや。はい。よし、ほんなら今日の衣装に着替えて。しっかり頼んだで。よっしゃ、バッチリ。ええよ、今日も決まってる。どうぞ。失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。はい、よろしくお願いします。ご機嫌いかがでしょう？タイム、司会のドルチェ神谷です。アイドルたちが繰り広げる仁義なき戦いは巷で大反響を巻き起こしちゃってます。早くもテンションクライマックス。トップアイドルへの登竜門、プリンセスリーグ決勝戦第2ラウンドを迎えました。対戦ルールは前回と同じ。会場の皆様は優れたパフォーマンスをしていると思うアイドルのステージ近くへと自由に移動しちゃってください。ライブ終了時、
あなたに近いステージのアイドルを支持したことになるので要注意ですよ。さあ、それでは第1ラウンドからデッドヒートを演じてくれた2組のアイドルをご紹介しましょう。まずはこちらのアイドル、光る個性が混じり合い生み出す力は無限大。優雅な立ち振る舞いは王者の風格すら感じさせます。完全無欠の最強デュオ T-SET。未完の大器はついにその片鱗を見せ始めたか。ファンの予想をはるかに超えるスピードでステージに立つために進化する驚異のアイドル、沢村遥か。さあ、どちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それでは行っちゃいましょう。レディーゴー。はるかちゃん、 T-SET の2人お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。ただしこのステージはライブバトル。どちらがより多くの観客から支持を得られたのか確認しないといけません。さあ、そろそろ結果の集計が終わったようです。今回の勝者はどちらのアイドル？優勝の行方を大きく左右する第2ラウンドを制したのは、
カだ。ファイナルラウンドに向けて期待できる結果になったんじゃない？はい、とっても嬉しいです。ファイナルラウンドですが、自信はどう？抱負を聞かせてください。正直自信はありません。でも優勝したい気持ちは誰よりも強く持っています。だからファイナルラウンドでは私の思いを届けられるように精一杯頑張ります。アルカちゃん、サンキューです。とても強い意気込みを感じるコメントでした。これはファイナルラウンド期待するしかないでしょう。さあ、いかがでしたでしょうか。こちら会場は未だ大歓声が鳴りやみません。しかし残念ながらそろそろお時間となってしまいました。それでは次回もお楽しみに。 See you next stage。よかったで、はるか。次はいよいよ最終決戦や。 D セットも必死で挑んでくるはずや。最後の最後まで全力で頑張ってこ。はい。うん、ほんなら蒼天堀戻ろ。秋山さんと待ち合わせしてんやろ。ええ。せやけどほどほどにしや。私としてはほんまは空いた時間はレッスンに当ててほしい思てる。